本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。1カメ、2カメ、そして3カメというわけで、チンして美味しいそばです。セイコーマートのおそばです。まずこの作り方なんですけども、切り口がありますね。こちらを切っていきますね。とても本格的なそばですね。熱くならないように、こういった素材もついております。500で1分30秒。今レンジでチンしている最中なので、ちょっと雑談をしたいと思います。皆さんコンビニに行きますか？行きますよね。北海道だとセブンイレブン、ローソン、セイコーマート、まああとファミリーマート、4大勢力ですかね。監督はですね、やっぱセイコーマートでね。はい、ちなみに今回はレビューしたいんですけども、セイコーマートでまず確実に昼飯買うんだったらこれですよね。これですよね。チキンたっぷりペペロンチーノ、税込みの価格118円。118円でこのクオリティはむちゃくちゃ。あと、ナポリタンスパゲッティ、こちらも同じく118円、むちゃくちゃ。ピリ辛豚肉焼きそば、キムチ味、ピリ辛キムチ味だけ149円と少しお高いです。このそばに関してはですね、初めて見たのでちょっと買ってみました。161円でこのカップそば、今すごい暖かくていい感じです。はい、というわけで食べていきたいと思います。かき混ぜる、あーやばい、腹減ってるからやばい。はい、あーもう絶対美味しいですね。いただきます。うまっ。 あ天かすってやっぱたくさん入ってるのいいっすよね。この動画って結構めっちゃこの商品めっちゃ、あーいいですね。うん、触り心地もまたいいですね。うん、全然熱くない、でも中身はあったかくて美味しいですね。便利な世の中になりましたね。レンジがあればこんなあったかいそばを食べれるというですね。初めて見たそばを買ってみたんですけども、うん、4つはいける。うん、完食しました。はい、というわけでですね、そば、普通のまあ冷凍そばと比べたらちょっと高いんですけども、まあ、お手軽に食べれるということはやっぱ結構重要ですよね。今回の動画は以上となります。まあ、全然食レポっぽい食レポはできなかったんですけども、まあ、今後、もっともっと食レポ系をやっていきたいと思いますので、はいはい。